クルシューカタコへの追撃戦は、スコーネ戦争末期の1679年における、ブランデンブルク戦抵抗、フリードリヒビルヘルム率いるブランデンブルクプロイ戦と、スウェーデンの間で正規した一連の戦闘である。スウェーデンのヘンリクホルーン元水は1678年、1万6000名を率いて、東プロイ戦に進行し、すべての要塞を占領し、 プロイセンの首都であるケーニヒスベルクを脅かした。プロイセン綱領では戦争の間、微弱な戦力しか展開しておらず、リボニアから迫るスウェーデン軍を撃退するだけの余力がなかったのである。スウェーデンはプロイセン綱領を征服するべく、この信仰をもって、ポーランドリとアニアを味方につけようとしていた。ポーランド王ン三世はこれに応じることを考慮したものの、参加するだけの予備兵力がなかった。 ロト戦争において追求する目標があったからである。1678年10月、ディボニアで召集された12000名から16000名の軍勢は、ヘンリクホルン元水に引きられ、クールラントに向けて、進撃を開始した。そして11月15日には、メーメルの北方で、プロイセン公領との境を越える。プロイセン側の抵抗は弱く、進軍に、 問題は生じなかった。しかし、シュトラールズントがプロイセン軍に降伏したことが伝わると、ポーランド・リトアニアは、オスマン帝国と交和した後も、スウェーデンとの同盟を避けた。なぜならシュトラールズントの攻略によって、スウェーデン領ポメラニア防衛という、スウェーデンの本来の戦略目標が不要になったからで、ある。これによってスウェーデンは、独力で余力を得たプロイセン軍と、 退治せねばならなかった。この戦況の変化に応じる形で、ケーニヒスベルクに向かうスウェーデン軍は、進撃を停止する。ホルン元水には、本国からプロイセン領内で東映に入り、主政を保つよう命令が下った。スウェーデン軍襲来の旧法は1678年12月、スウェーデン側のシュテッティーンに要塞を行為中であった、フリードリヒビルヘルムに届いた。彼は4年前、 スウェーデン軍を辺境派区領から撃退した時と同じようにいてつく寒さと東映の観光をつき迅速な気候を持ってこれを東プロイセンから追い払おうと決断する。そして12月中旬、9000名の兵と大砲30門を伴いベルリンからプロイセンに向かった。1月20日にはバイクセル川を渡り、不評の最初の招集地であったマリーエンベルダーに至る。 先帝公はここで、後に有名となった、大ぞり業の準備を整えた。現地の総督や資産次会にあてた書簡の中で、公は、自軍のため1100台のソリと、馬600頭から700頭を用意するよう命じている。そして12月30日には、進軍を開始した。1679年1月10日には、マリーエンベルダーで、オーダー側から、バイクセル側まで急ぎ引き連れてきた。 小さな軍勢の越兵を行っている。その他、郊は、ケーニヒスベルクに配置されていた、ゲルツケ中将を率いるブランデンブルク機兵3000名に、退却するスウェーデン軍の即時追撃を命じた。同軍は先帝郊の到着が報じられると、リボニアに向けて撤退を開始し、1679年1月29日に、ティルズイットに入っていたのである。 この敵軍の包囲と捕獲はもう検討に入らなくなっていたため重要なのはスウェーデン軍に追いつくことであった。先抵抗は強行軍でブラウンスベルク、続いてハイリゲンワイルに至ると時間を節約するためカルベンからソリに乗ってビスワガータを渡る。ブランデンブルクの騎兵隊は命令に従いスウェーデン軍に追いつこうとした。 先帝港が k ニヒスベルクに到着したのは1月16日のことである。続いて、自軍を3つに分けると、ティルズ一ットを占領して、休養に入っていたスウェーデン軍の追撃を再開した。プロイセン側の3つの軍団は、先方1000名と本来の前衛3000名及び、主力軍、約5000名に分けられていた。戦は、ヨアヒム・ヘンニゲス・ホン・ドレフンフェルト大佐、前衛は、 ゲルツケ中将、主力は、デアフリンガー元帥と剪定校自らが率いていた。そして10日前にビスワガタを渡った時と同じように、ラビアウとギルゲの間で苦しゅう方を超える。トレフェンフェルト大佐指揮下の騎兵1000名から構成された、先見部隊は、主力の到着を待たず、ティルズイットで宿泳していたスウェーデン軍の諸連隊を襲撃し、撃ち破った。この戦いで、 スウェーデン軍は数百名を失っている。翌日、ゲルツケ中将と先の勝利に報いて少々に昇進していたトレフフェンフェルト率いるブランデンブルク機兵は撤退中のスウェーデン軍を改めて襲う。シュプリッターの戦いでは、スウェーデンの将兵1000名が戦死し、300名が捕虜となり、大砲5門が露獲された。続いて1月21日、ゲルツケ中将は、 ハイデクルークの戦いで敵軍の後衛を攻撃し、その半数を殲滅する。スウェーデン軍は、リトアニア領を経由して、退却を継続した。これを受けて先抵抗は2月2日、追撃を中止する。自軍においても、補給の不足、寒さと病気の蔓延が無視できなくなっていたからであり、その後はプロイセンで宿泳に入った。スウェーデン軍に対しては、 もはや就任区少々指揮下の騎兵1500名から構成される小規模な文献隊に追撃させるのみであった。この文献隊は2月7日、ジェマイティアのテルシーでスウェーデン軍の後衛と交戦している。そしてリガまで8マイルの地点で追撃を止め、メーメルに向けて2月12日に撤退を開始した。この早期撤退をもって、就任区少将は、 ゲルツケ中将の命令に反し、メーメルにいる間に先抵抗の指示によって逮捕される。この逸話は、同時代の著述家によって、戦略的に有利な時、あまりにも早く撤退することを指す、就任区起動という罵倒表現が広められるきっかけとなった。一連の戦闘の結果、かつては12000名から16000名を数えた、ホルン元水指揮下のスウェーデン軍のうち、 リボニアのスウェーデン領に戦闘可能な状態で帰還したのは、騎兵戦名と、不評500名のみであった。この戦役が、スコーネ戦争の戦況に与えた意味は、双方の陣営にとってほとんどなかった。スウェーデン側の目的が主にシュトラールズンとの包囲を解き、時、遊軍部隊に加えられた圧力を払うことにあっても、プロイセン地方の征服は、それが果たせなければ、うまくいかないものであった。 それでも大戦抵抗の強炭な戦役は早くも同時大臣の賞賛を博している。一般的に陶器の遠征や戦闘は不可能とされていた。しかし苦しゅう方の凍結こそがブランデンブルクプロイセン軍の進撃を著しく早めたのである。そのため投影中の敵軍は完全な奇襲を受けることになった。続く数世紀にわたってこの戦いは その後を探査ゆえに商用された。その一例は、ベルリンの栄誉の殿堂にあった壁画であった。大戦抵抗のソリは1945年まで、ケーニヒスベルク城における、プロイセン軍の栄誉の殿堂に存在した、モスコビートアザールで展示されていた。ABCD フリードリヒホスター、フリードリヒビルヘルムデア・グロッセカーファースト、ウントザイネツイト、ベルリン1855、 P149 フォルティシモ、ありがとうございます。